ナタリア・マカロワ・ナターリア・ロマノブ・ナ・マカロワは、ロシア出身のバレエダンサー、振付や、女優。ソビエト連邦時代のレニングラードに生まれる。12歳の時地元のバレエクラブに入会し、13歳で単身レニングラードバレエ学校を訪ねた。バレエ学校に入学するには、遅い年齢だったが入学を許され、メイプリマだったナタリア・ドゥジンスカやらの丁寧な指導を受ける。 1959年に卒業し、卒業公演では、ジゼルと、白鳥の湖のアダージョを踊った。同年コールドなどを経ずに、ソリストとして、レニングラードバレエ団に入団した。バフチサライの泉のマリアなどで注目を浴びるようになる。その後着実に大役をこなし、ジゼル、白鳥の湖、眠れる森の美女の主役を踊って高い評価を得る。 1970年にキーロフバレーのロンドン公演中に亡命。以後アメリカンバレーシアターと英国ロイヤルバレー団を中心に世界各国数多くのバレー団で客演するようになる。ABT のためにラバーやデール、パキータなどを改訂再振り付けしている。1985年頃からバレーの舞台から遠ざかっているがオンユアトーズで1983年に トニー賞主演女優賞を受賞するなど舞台女優として活躍している。1989年2月1日、芸術家の亡命者として初めて故国への外旋公演を行い、キーロフバレーの舞台に立った。ABCDEF、伝説のバレリーナ、ナタリア・マカロワ。財団法人日本舞台芸術振興会。2016年11月18日閲覧。 ありがとうございます。